効いていて、で、マヨネーズもたっぷりかかってるので、味はまろやかで、とても美味しいです。あれ？口の中食べてから言ってくださいね。お客さんも見てますから。ご両親来てるんですか？どちらにいらっしゃるんですか？ステージに上がってきてください。一家で食わせる気か、お前。ありますよ、ステーキが。上がってきてください。人質みたいになってくるから、娘これ以上食わせるぞみたいな感じになってる。これ以上食べていいんですか、娘さんが。どういう、まあ食べさせますけど。さあ、続いてはですね、はい、何ですか？はい、プチダイニングをミルキーのステーキですね、うん、ステーキですね、はい、特製ソースをかけたジューシーな味わいの牛ステーキ、リピーターの多い一品ですということですよね。すごい、はい、あら、口の中もすっきりしましたよ。あら、お、じゃあ今までのはあんまりちょっと味よく分かってないけど、今回分かりますね。じゃあ今回はもうリセットしたんで、ね、2個ぐらいもう味分かってなかったんですけど、もう1個たこ焼きいっとく。なんでだよ。新しい、いいんすか？ご両親見てますよ。見えません。これ神永さんのご両親も見に来てますからね。いないです。本当に。神永さん、コメントお願いします。本当に食べると思わなかったの。あ、それで自分。あ、コンビで関節キスして。これすごい歯ごたえがあって、うん、結構ジューシーですね。でも食べてみる。食べるか。うん、ニンニクが結構効いてますね。お酒が欲しくなる味だと思います。メキメキ腕をつけてきてます。ちゃんと持ってください。ちゃんと持ってください。それなんか汚いもの持つみたいな手がちゃんと持ってください。さあ続いて。そして本日紹介する最後が、ドイドイケバブ、ケバブサンドです。お、ケバブサンド、はい、日本一美味しいケバブを決めるケバブグランプリ2017で初出場、準優勝。すご、今一番勢いのある本気のケバブをお試しあれということです。見えてますね、ケバブって見えてますね、もうね、すごい、はい、うわ、これはすごいですね。ケバブの旗がね、いっちゃいっちゃい、なびいてますね。普段そんなに空港じゃないんですよ、ね、今食事制限してるみたいですよ。それだけは分かってください。どうです？お、すごいね、ボリュームが。すごいです。挟んではあるんですけど、ほぼ具、うん、確かにほぼ具、めちゃくちゃ入ってますね、これね。ぎっちりですね。いや、すごい、これが準優勝した。ソースもなんか変わってない？どうです？そうですね、甘みがある。これなんでしょう、もう一口ぐらい行ってみれば。分かった方は教えてください。どしどし募集してますんで、何も出てないですけど、はい、はい、というわけで、フードを今、6種類、紹介させていただきました。今、紹介したフードはですね、あちらのフードブースの方にありますんで、ぜひ皆さん、途中とかで、ね、寄っていただいて、食べていただければと思います。これでうまいワングランプリってのやってるわけでしょ。そうです、そうです、そうです。はい、この中でね、投票とかしてね。デザートにクレープとか食べたらどうする？マイクが来ました。あ、そう、持ってくれてました。なんとこれですね、はい、この、うん、うまいワングランプリっていうのをやってるんですよね。そうなんですよね。じゃあそこの部分読んでください。U1 グランプリ、今すぐに今すぐに。お母さんも見てます。うまいワングランプリ、お礼儀を、はい、そう、そう、待つよ。キッチンカーのキッチンカーの商品をご購入いただいた方に投票券を配布しております。そうなんですよ。はい、皆さんから見て右側にございます。こちら、こっち、あちら、私の指す方向、はい、投票ブーステントにてご投票ください。で、5月5日のステージにて上位3点の発表を行います。なるほど、だから食べた時にはぜひそれで投票してくださいと、はい、皆さんも投票していただいて、で、皆さんの投票でグランプリが決まるということ。そうなんです、なのでこれはちょっとご協力していただきたいと、はい、いうことなんですけども、それ以外にもですね、1個これ毎回やってるやつなんですけどですね、皆さん入り口でパンフレット配ってのもらいました？
あそこの結構重要ですよ。裏面の一番下にですね、500円以上のものを買った時にフードブースでですね、ハンコしてもらえるんです、スタンプで、はい、それを3つ押してもらって、はい、そこの本部のテントに一番下のところ ね、はい、あの切り離していただいて投稿箱に入れます、はい、そうするとなんと豪華な本日の出演者にまつわるような、はい、なんと特典が当たるということで、はい、しかも本日の、最後の演者さんプリンセスタイムさんの、はい、終わった後に抽選会がありまして、その場にいないきゃいけないんですけども、はい、聞いていただいてそのまま呼ばれた方はその場で、豪華プレゼントが、もらえるということになってまして、これ、はい、あの結構今聞いててもなんとなくちょっと面倒くさそうだなって思うから、うん、やらない方が多くてですね、毎年なんですけどこれ結構な確率で当たります。倍率がね、なので結構まあ3つぐらい食べるなみたいな感じの人は、はい、毎回もらっておいて投函していただくと結構な確率で当たりますので、はい、ぜひ参加してみてください。ぜひ参加くださいさあというわけで、はい、そろそろかわいパークスタートしますか。そうですね、まだ食べますか。もう持ってかれちゃいましたので、もう大丈夫です。もう大丈夫、あとでね、で次の最初の今年一発目ですね。はい、はい、もうかわいいパーク2019の、トップを飾っていただくのはどなたでしょうか。はい、はい、横浜開港港まつり横浜かわいいパーク J-POP カルチャーフェスティバル2019トップバッターは